ーコマンドは現在コンピュータにログインしているユーザーの一覧を表示する標準ユニックスコマンドである。ーと関連するものに W コマンドがある。これはーと同じ情報を表示し、さらに追加の情報も出力する。シングルユニックススペシフィケーションでは、ーはアクセスできるユーザー情報をリストすべきとされており、内容は実装依存である。X オープンシステムインターフィセス拡張においては、さらにユーザ名、端末、ログイン時刻、プロセス ID、端末上で最後に活動してからの経過時間のデータについて述べている。加えて、ユーザー情報の取得に使うデータベースをオプション引数で別なものに変更できる。フーコマンドは、引数、AMI か AMI をつけて起動することもできる。これは、 現在の端末に関する情報だけを表示する。スースでは M、T、U オプションだけが定義されており、他のオプションは XC 拡張に記載されている。他の UNIX や UNIX 系オペレーティングシステムでは、規格にないオプションを持っていることがある。GNU の風は U と同様に振る舞う I オプションを持ち、W オプションでユーザーがメッセージを受け付けるかを表示する。また、 GNU のフーと BSD のフーではいくつかのオプションが省かれている。GNU のフーでは L オプションをホスト名を出力する際に DNS 検索を行うかのスイッチに使っている。SUSE では出力フォーマットは実装依存とされている。XC 拡張ではフォーマットについても記載されているが完全ではなく区切り文字とフィールドの長さが明確に決められていない。そのため、 風の出力フォーマットは各ユニックスの実装でかなり異なっている。ありがとうございます。